コーヒー好きな皆さん、こんにちは。朝入れたてのコーヒーを一口飲むとき、天国みたいに美味しいですね。ところでコーヒーの好みによって自分のことがわかるってご存知でしたか？私たちは毎日何十億もの大きな決断と小さな決断によって自分だけの性格を形成しているんです。複数の研究によりコーヒーの選択と行動特性との間に関連性があることが明らかになっています。ではいつもの注文をしてあなたの性格をもっと調べてみましょう。ではカプチーノが好きな人、上品なカプチーノの泡がお好きな人はクリエイティブで隠し事をせずやる気にあふれているのではないでしょうか。注目されることに何の問題もなく細かいことには簡単に飽きてしまうタイプ。またカプチーノ好きは洗練された味覚の持ち主であることが多いようです。そういえばイタリア人は朝だけカプチーノを飲むのを好みます。牛乳がたくさん入っているカプチーノは午後に飲むには重すぎるのです。20世紀初頭に発明されたカプチーノは世界中の人々の心をつかみました。カプチーノという名前はもともとイタリアの僧侶カプチンから取ったもので、イタリア語で文字通り頭巾を意味します。修道士たちの衣の色がエスプレッソと泡立てたミルクを混ぜた色にとても似ていたのです。しかし今日カプチーノは様々な味と色で提供されています。また新しいトッピングを試すのが好きな人は自分が思っている以上に冒険好きな性格かもしれませんね。またこの研究では人を喜ばせる性格の人はコーヒーに砂糖、ミルク、クリーマーを加える傾向があることが分かりました。ですからいつも他人の要望や思惑に溺れている人は思い切ってブラックコーヒーに変えてみてどうなるかを見てみるといいかもしれませんね。ブラックコーヒーが好きな人、コーヒーが初めて発見されたのがいつかははっきり分かっていません。ある伝説はエチオピアのヤギ飼いカルディであると言います。9世紀彼は偶然にコーヒー豆を発見しました。カルディはある木の実を食べたヤギたちがとても元気になることに気づいたのです。カルディはその実について仲間に伝え、現在ブラックコーヒーとして知られている真っ黒な飲み物を作り出したのです。時が経つにつれて様々なレシピが考案されていきました。もしあなたが砂糖なしのブラックコーヒーを好むなら、とても我慢強く率直で保守的な人でしょう。あなたのライフスタイルは秩序があり慎重であると言えるでしょう。他の人はあなたを信頼できる忠実な友達であると思っているはず。ブラックコーヒーを飲む人は普段静かに見えますが、意志の強さを見せることも多くあります。彼らは問題をシンプルかつ最小限に保ち、ドラマから遠ざかる傾向にあります。この世界にはもう組織的な人間はいないように感じますが、いるんですよ。エスプレッソ愛好家、エスプレッソが好きな人はとても自信があり忙しい傾向にあります。その多くの人が勤勉で親分肌のエネルギーを持ちます。時間を無駄にするのを嫌い、周りの人にも仕事をさっさと終えようという気にさせるのです。エスプレッソが好きな人はバラの香りを嗅ぐなんて優雅な時間は必要ないとするのです。そんなあなたは集中力や効率性のおかげで素晴らしいリーダーになれます。そのような断固としたライフスタイルは少し疲れるかもしれませんが、夢は全て叶えられると確信しています。なぜならあなたは決して妥協しないからです。ところでコーヒー豆の鮮度は目で見ることができるって知ってました？新鮮なエスプレッソだと浮かぶ泡が少なくとも3分から5分間は消えません。リステロットが好きな人、リステロットとはイタリア語で制限されたという意味で、文字通り親指の高さくらいのカップサイズが一般的です。このコーヒーはより濃縮されたエスプレッソコーヒーをショットで飲むものです。コクがありほんのり甘く非常に強い味わいです。このコーヒーが一番好きだという人は珍しいですが存在します。リステロット好きには個性的で自意識過剰な性格の人が多いようです。そのため目立ちたがり屋というわけでもないのに自然に人を引きつける傾向にあるんです。ラテが好きな人、伝統的なラテには3分の1のエスプレッソと3分の2のスチームミルクが入っており、上には小さな泡の層があります。この飲み物がお気に入りのあなたは自由奔放で穏やか、
そして礼儀正しい性格の持ち主である傾向にあります。会話の中の苦味を和らげたり、物事を甘く表現したりするのを好むので、物事をいいように取り繕って話すという人もいるのではないでしょうか。調査によると、カフェラテ好きは好かれたいという脅迫観念があるのかもしれないとのことです。そのため他人を助けることになると時間を惜しみません。でも自分自身のことはあまり気にかけないタイプなんです。フラットホワイトが好きな人、フラットホワイトという言葉を聞いたら口の中に甘くてクリーミーな味が広がりますよね。フラットホワイトはラテと比べると泡と牛乳が少なめなんです。それで一杯分が小さく強いコーヒーとなります。このコーヒーが好きな人は落ち着いた性格の持ち主で、他の人の意見をあまり気にしません。家族を大切にする愛情深い人もいます。バリスタに牛乳以外を使って作ってもらうことが多い人は、リスクを負って冒険する人、または健康に気をつけている人です。アイスコーヒーが好きな人、ピーポーという雑誌が発表した面白い研究があります。冷たいコーヒーが好きな人はインスタグラムをスクロールしている時間が長く、ホットコーヒーが好きな人はフェイスブックを見るのを好むんだそうです。あなたもそう思いますか？美味しいキャラメルやクリーミーなトッピングを乗せたアイスコーヒーやフラペチーノに夢中なら、あなたの性格はとても明るく活気に満ちていることでしょう。大胆不敵で自発的、そして内面が若いのです。新しいことに挑戦し、友人たちの流行の発信源になることを好みます。無鉄砲と言われるかもしれませんが、あなたは人生を探求するのが大好きなのです。あなたの豊かな想像力と芸術的な視点は、どこに行ってもホリデー気分を盛り上げてくれます。ちなみにアメリカの成人消費者の 20% がアイスコーヒーを好んで飲むという統計があります。ということは5人に1人があなたのソウルメイトということになりますね。モカコーヒーが好きな人、モカってそもそもコーヒーなんでしょうか？コーヒーなんです。レシピの解釈は世界中で異なるのですが、実はこれカプチーノとココアを混ぜたものです。モカはエスプレッソと温かいミルクを混ぜ、カプチーノと同じようなフォームが乗っています。ですがココアとシロップ、または溶かしたチョコレートも入っているんです。モカが好きな人はカプチーノ好きな人の行動パターンを見てみるといいでしょう。またミルクチョコレートが好きな人はフレンドリーで気さく、そしてロマンチックな性格であると言われています。あなたは誠実さと責任感を大切にするんです。また別の調査では、チョコレート好きの約4分の3が自分を楽観的でシャイと表現する傾向があるということを明らかにしています。一方ミントファンの大部分はむしろ自分を思慮深いと呼ぶそうです。あなたはどう思いますか？アフォガートが好きな人、アフォガートってご存知ですか？このイタリアのデザートはバニラアイスクリーム1人分に熱々のエスプレッソのショットをかけたものです。ゆっくり飲み物のように飲んでも、デザートのようにスプーンで食べても美味しいんです。アフォガートをディナーの後に食べるとエネルギーが出るので、これを好んで食べるのは夜更かしをする人。性格は優しくて面白い傾向が強めのようですね。アフォガートが好きな人には現実の苦しさをひらめいた行動やジョークでバランスを取る才能があるんです。主流から離れマイペースで行動することを好むようです。デカフェのコーヒーが好きな人、ミルクの代替品を探したり、その他の特定の注文をする行動は物事をコントロールしたがる完璧主義者を表します。このタイプの人は大抵生活の他の部分でも健康的な選択をする傾向にあります。もちろんもっと簡単に説明できる場合もあります。健康的な問題のために乳製品を避け、カフェインを取らないようにしている人もいますからね。最初にカフェイン除去に成功したのは1905年頃、ドイツのコーヒー業者ルドウィッグ・ロゼリアスでした。伝説ではこのアイデアは彼が海水に濡れたコーヒー豆を受け取った時に思いついたとされています。ロゼリアスが捨てる前に一度飲んでみると、コーヒーの味が保たれていることを発見。でもカフェインの量は減っていたのです。フィルターで入れたコーヒーが好きな人、最初のコーヒーフィルターは1710年にフランスで発明されました。挽いたコーヒー豆が入った布の袋をティーポットに入れ、お湯を注いだんです。そして強い味が出るまで煎じます。
このシンプルな方法が現在コーヒーショップでもよく使われているドリップコーヒーメーカーの祖先。フィルターでゆっくりと完璧な一杯を入れるには時間も忍耐力も必要です。ですのでドリップコーヒーを好むのは辛抱強くて思慮深く頼りになる人です。そんな人の周りには公平で実用的なアドバイスを求めて人が集まります。フィルターコーヒーが好きな人はおそらく無謀な行動を避けることを好み常に他人を助けるタイプです。インスタントコーヒーが好きな人、インスタントコーヒーが初めて特許を取得したのは1890年のニュージーランド。そしてすぐに世界的に人気が広がりました。現在ではボロネーゼパスタのソースの味を整えるのに使うシェフもいるんですよ。調査によるとインスタントコーヒーが好きな人はその瞬間を生き、長期の計画を立てずに自分の幸せを優先させるので他のタイプよりも全てを先延ばしにする癖がある傾向があるそうです。でも落ち込まなくていいんですよ。怠惰であることが全体像をはっきり見る助けとなることはよくあります。またインスタントコーヒーが好きなのには実用的な理由があるんです。インスタントの方がずっと手に入りやすくて値段が安い国もありますからね。さて世界のコーヒー消費量チャンピオンはどの国でしょうか。当ててみてください。答えはフィンランド。フィンランドの年間のコーヒー消費量は1人当たり 12kg。 計算すると平均的なフィンランド人は1日に4杯飲んでいる計算になります。就業日には10分間の公式コーヒーブレイクが2回あるんですよ。平均的なノルウェー人は1日に3杯以上のコーヒーを飲みます。ですのでノルウェーの順位は世界2位。消費量は1人当たり1年 10kg に届きます。ノルウェーには複数のコーヒーショップがあります。そしてアメリカと違ってコーヒーショップは働いたり飲み物をテイクアウトする場所ではなくコミュニケーションの場なんです。3位はどの国でしょう。アイスランドです。コーヒーは昔からこの国で最も人気のソーシャルドリンク。もし行くことがあったらアイスランド人は訪問者にコーヒーを1杯出す伝統があるって覚えておいてくださいね。